皆さんこんにちは。今回もスプラックスのプレイングサッカー、はい、シャッフル。世界中の選手をランダムで選抜して、たった一つだけのチームを作る。どんなチームができるか完全に運次第というね。何回でも遊べる。モード。おー、イブラヒモビッチ。おい、誰だっけ、これ。あ、ドスサントスか。はい。ドスサントス、どんな選手か、いまいちよく。ドイツの新しい、サイラダッカーですか。なんだろ、この人。面白いステータスですね。で、はい。これは、コートジボワール。うん。エクアドル。あ、シャビアロンソいるじゃん。はい。シャビアロン、おい、早い。何この人も。この人早いね。はい。あ、使えるかな、この人。はい。で、武藤、吉田、あ、リヒト、シュタイン。で、この人もいんのか。はい、武藤はとりあえず入れとこう、じゃあ。ドスサントスか。うわぁ、今回ですね、ちょっとウィンが多いですね。吉田をどこに入れるか。はい、この人は変わりますね、じゃあ。こんな感じか。シャビアロンソディフェンシブでいいのかな。まあ、いっか。で、はい。あー、この人は下がんのかな、じゃあ。ディフェンダー1枚足した方がいいのかね。誰だっけ。あ、この人か。いや、そんな、あ、そうか、リヒトなんとかがいいんだ。じゃあこの人はね、もったいなさそうですが、下げちゃいます。で、あ、中央にね、いい選手置いとけば。リヒトなんとか置いとけば。あ、でもそうでもないか。パスが弱いな。そうですね、難しいですね、やっぱり。まあ、これでいってみますかね。はい。武藤の影で、イブラヒモビッチの影で使う武藤と。で、あと、ドスサントスですね。あと、シャビアロンソと。まあ、この辺、リヒトシュタイン。この辺の、コンビどう出てくるか。注目ですね。特にね、イブラヒモビッチと武藤のコンビなんか面白そうですね。はい。相手は、アルゼンチン、強豪ですね。ワールドカップ3位ぐらいのチームです。はい。武藤に当ててみます。アルゼンチンは、マスチラーノをかわせば、なんとか、入ってないのか、今の。はい。メッシですね、まずは。特筆すべきはメッシ。ただね、なぜか、このアルゼンチンは、アグエロ、イグワイン入ってない気がしたので、はい、イブラヒモビッチに、ガンガンパス出してね、ヘディングで、すごすぎる。ありえないです、今の。はい。ジャンプ。90か。うわ、なんでだ。ヘディング下手なんですね。ちょっと。まあ、ボディコンタクトでも、ガンガンこじ開けちゃってるってことでしょうね。ズラダンには、ディフェンスはさせません。いや。奪って、はい。奪いましたね。ちょっとビルドアップ目指します。シャビアランソがいるんでね、ロングパスを折り込んでもいけると思うんですが、ここだな。はい。取って、ズラタンからサイド。はい。マスチラーノがね、やっぱり、ドスサントスがちょっと効いてこないですね。サイドが意外と硬いですね、アルゼンチン。あ、ディマリアやばい。ディマリアも本当に要注意の。はい。これは、イブラヒモビッチにヘディングですね。はい。とりあえずね、ズラタンに上げとけば、なんとかなるって感じの、攻め方できますね。いや、吉田が取ったら、武藤に、イブラヒモビッチに放り込んで、武藤のシュートですね。ちょっと距離がね、はかせてない、崩せてないんで。やっぱりサイドえぐりたいかな。いや。ディマリアやばいな、怖いな。はい、あ、リヒトシュタインいいですね。強いですね。はい、ゼラタンここにいます。はい。武藤から、アレクス・サンチェスでサイドえぐってみます。一回。で、イブラヒモビッチにヘディングシュートと。はい、いいですね、やっぱり。これはね、もう、ズラタにクロス上げた方が、いい攻めになってるんで、そっちをメインにしたいと思います。はい、落とし、うわ。あ、1-0 か。はい、取れましたね。はい、イブラヒモビッチここにいますね。ちょっと無理かな。はい。まあ、シュートまでいけたんで、よしとしますか。わ、イブラヒモビッチどういいんだ。
わあ、ちょっと待って、それまずい。はい、これまずいですね。あ、ダメだ。はい。あ、取れた。いや。リヒトシュタインが相当いい選手ですね、やっぱり。はい。はい、武藤のシュートですが、外れた。いや、待ってよ、はい、奪ってシュートで。なかなかうまくいかないですね。わ、惜しい。はい、これは、はい、強烈なシュートですね。わあ、すごい。やっぱり非常に強さありますね。はい、シャビアロンソミドルがありそうな。わあ、これ危ない。今のパスミスはダメですね。吉田麻也のパスミスでした。はい、これは取って、よいしょ。はい。いやー、真っ白なの怖いな。バッカーも強いですね。はい、イブラヒモビッチに渡しましたが。はい、シャビアロンソの強烈ミドルですが、いまいち崩しきれてないな。はい、吉田のシュート打ってみますか、一回ね。はい、いいシュートですね。はい、ドスサントスのヘディングは空振りと。あ、やばい、1-0か、今回は。もうちょっといけるかな。はい、イブラヒモビッチからシュートで。うわー、キーパーがね、ちょっとね、シュート数は決して少なくないんですが、キーパーが当たってますね、なぜか。はい、これも止められてますね。今の入ってもおかしくないんですけどね。いや、終わっちゃった。というわけで今回はですね、イブラヒモビッチ、武藤勇樹、アレクス・サンチェスと、あと左誰だっけ？左は、あの人にしたんだ。スイス人だっけ？違うか。あとリヒトシュタインとね、シャビアロンソいました。吉田もいましたね。まあ、全体的に1-0ですか。ちょっと点が足りなかったですね。シュート数は比較的打ってたんですが、崩しきれなかった面もあるのと、あとアルゼンチンのキーパーが非常に当たってましたね。まあ、それはしょうがないですね。サッカーのね、ゴールは水物なんでね、入るときは入る、入らないときは入らないで、まあ、シュート数の方を重視して、このゲームね、フォーメーションとかいろいろ、試していってるつもりなんですけどね。まあ、1-0はちょっとしょっぱいですね。もうちょっとね、イブラヒモビッチを、フューチャーする感じの攻め方、クロスをね、メインにするとか、そういうことすれば点が入ったかもしれませんが、まあ、それはいいですとしますか。あとは、シャドウストライカーにしたんだけど、ちょっとね、聞いてなかった、あんまり聞いてなかったですね、今回は。やっぱり、なぜだろうか。わかんないな。イブラヒモビッチの影で使うからかな。どっちもね、動き出しがないタイプなんで、お互いポジションで消し合っちゃってたのかもしれないですね。サイドに至っては、まあ、いまいち、アルゼンチンのサイドね、非常に硬いんで、アレックス・サンチェスもそのコマで崩せていなかった感じになっちゃいましたね。まあ、一方でディフェンスの方はリヒトシュタインが非常にスイスの選手が頑張ってくれて、メッシを完封してね、決定機作ることなく0-1で完封勝ちできました。っていう感じですかね。あとなんだろうな、何が悪かったのかな、やっぱり。まあ、イブラヒモビッチにチャンスがいまいち繋がんなかったっていうのは意外でしたね。トップ下、やっぱりパサーがちょっといまいちだったのかな。リヒトシュタインですか。ディフェンスはね、十分でしたね。もしかしたらシャビアロンソの方を一段前に上げる、センターミッドフィルダートップ下で使う構想もあったかもしれません。っていう感じですかね。というわけで今回これで終わりたいと思います。